本間文子は、日本の女優。本名は、武田だ。旧芸名は、本間厚子など。1911年11月29日、北海道夕張郡夕張町に生まれる。北海道立岩見沢女学校卒業。1932年、プロレタリア演劇研究所、第3期生として入所し、本間のり子という芸名で、 日本プロレタリア映画同盟の移動演劇に参加する。同期には、宇野十吉がいた。その後、左翼劇場等を経て新築次劇団に参加し、多くの舞台に出演した。1938年、本間厚子と改名し、東方製作の山本果次郎監督映画、綴り方教室で映画初出演を果たす。その後、東京発生映画製作所を経て1942年に、 大英へ移り、数本の作品に出演。この頃の芸名は、武田貞子、または、本名の武田貞であった。戦後、本間文子に戻して、東方を中心に、脇役、早役として活躍。黒沢明監督作品の常連でもあり、計10本の黒沢映画に出演した。他、岡本喜八や成瀬三清監督作品にも多く、出演し、 大英作品でも活躍した。特撮をはじめ、テレビドラマにも多く出演していた。1993年に公開された、黒沢監督映画、マーダだよを最後に引退。2009年4月12日都内にて逝去。因は、黒沢明監督作品福島民放1965年1月26日。ありがとうございます。